首の後ろ、首がないからどれくらい、うん、いや、そのままにね、しとってくれるとか硬い、なんで、なんでこんな硬いのこれ、あー、いいな、この辺に垂らします、冷たいからね、怒っちゃった、ごめんなさいね、怒らせてそれを飲み終わった後の方がいいんですか、この新しい薬。同じ薬出しますから。同じ薬です、はい。だから今の飲んでるのが終わりじゃないですか、明日ぐらいに。はい、今日出す薬続けて、そうだから A の薬は1日2回飲めるんだったら分けた方がいいから、はい、1日2回ね。それで B の薬は1日1回、夜に固定して飲ませて、はい、だから B の薬は消炎鎮痛剤ですよね、はい、A の薬が抗生剤とか胃腸の機能を高める薬なんで、それをちょっと飲ませながら行きましょうかね。とりあえず今回は4日分ね、4日分、はい、で次回はまあ1週間分出します、はい、ということで切れる前に来てください、だから今日ごめんなさいね、25で3日だから、1、2、3、明日まであるでしょ、それでプラス1、2、3、4、だから木曜日ぐらいまで薬があると思いますから、木曜日ぐらいに来ていただけると、ただしあんまり出血がひどかったら途中で来てください。あ、はい、抗生症状療法やらさせてください。それとあと食べが悪い時ね、あ、食欲が減ってきたらすぐ、だからあのここもさ、書き方としてはドライのふやかしを7グラムでしたよね、3と4、はい、7グラムですよね、で、本当にドライそのままで 1.5 グラムですよね、はい、これもちょっと分かるようにしてもらえるとありがたいですね、はい、でもドライ上げてしまうとちょっと薬飲みきれないみたいなんで、そうですね、ふやかしだけでふやかしだけでやってください、はい、で、歯のこと考えるとドライも食べてほしいんですよ、そうですね、ちょっと症状が落ち着いたら、そうしましょうか、症状が落ち着いたらね、はい、ドライにします、うん、じゃあちょっとこの抗生剤と消炎鎮痛剤ってさ、なんとかちょっと、それだと抗生症状療法かでやらさせてくださいね、はい、お願いします、はい、で次回来た時までにさっきのきれいに染めたやつ、はい、作ってみておきますし、またお見せしますので、ね、はい、お願いします、はい、じゃあすいません、はい、ありがとうございます、はい。